サミュエル・タレル・アームストロングは、アメリカ合衆国マサチューセッツ州出身の実業家、政治家である。1784年にドーチェスターで生まれ、ボストンで印刷業と書店を営み、宗教的主題のものに特化していた。その作品の中には説教師、トマス・スコットによる家庭養成書のステレオタイプとしての初期のものがあり、人気を博した。また伝道に関する宗教雑誌。 ザッパノプリストも出版した。アームストロングは1825年に印刷業からの撤退をはじめ政治の世界に向かった。1820年代にはボストンの政界で活動し、マサチューセッツ州議会の議員には2回当選した。1833年、ホイック党員としてマサチューセッツ州副知事に選出され、連続3期務めた。 その最後の任期の大半は、州知事のジョン・デイビスが、アメリカ合衆国上院議員に就任するために知事を辞任したことで、アームストロングが知事代行を務めた。1836年には、州知事選挙に出馬したが落選し、その代わりのように、ボストン市長に選出され、2年間務めた。サミュエル・アームストロングは1784年4月29日に、 マサチューセッツ修道チェスターで生まれた。父はジョン・アームストロング、母はエリザベスだった。父は軍人であり、アームストロングが10歳の時に死んだ。母もその3年後に死んだ。アームストロングは製本と印刷業のマニング・ロアリング社の徒弟暴行に入った。同社はボストンの町で第一の製本印刷者だと言われていた。その方向が開けると、ボストンで 共同経営者と共に印刷所を開いたが、その数年後には、チャールズタウンで独自の印刷所を開いた。1807年、アームストロングは、マサチューセッツ古代英誉法兵中隊の一員に選出された。1811年にはその中隊の総長に選出された。1811年から1814年は、チャールズタウンのウォーレン・ファランクスの隊員も務めた。 1811年、アームストロングは、ボストンの事業経営に戻り、コーンヒルで書店を開いた。その主たる事業は、宗教的な文献の出版にあった。その最も注目すべき成果はまた伝道に関する、宗教雑誌、ザ・パノプリストを出版したことだった。もう一つの成功事例は、トマス・スコットの家庭養成書のステレオタイプを初めて出版したことであり、数万部が売れて、 非常に評判が良かった。外国での連動のために資金集めを行うことも含め、教会に関する行動のための書店も開いた。アームストロングはボストンに移転した後で、ユリエル・クロッカーとオスミン・ブルースターという二人を土手に取った。1818 18年、その方向が明けるときに彼らに印刷業の運営を任せ、自分は書店の経営に注力した。 1825年、事業の日々の運営からは引退したが、1840年まで出資者としての位置づけは保った。その死の時まで事業に関する個人的な関心は維持し続けていた。事業はかなりの成功を収め、アームストロングは相当に裕福なものになった。アームストロングはオールドサウス協会の会員だった。その教区役員を務め、 1829年には、女裁に選ばれた。教会が正式に法人化された1844年、アームストロングは、その所有権者の一人に指名された。1816年、アームストロングは、教会の塔の中で、植民地時代の総督ジョン・ウィンス・ロップが表した、ニューイングランドの歴史第三巻の原稿を発見した。この原稿は、マサチューセッツ歴史協会に寄付された。 教会の初期の牧師だったトマス・プリンスが教会に依存した5冊の本の1冊、17世紀のベージ編の漢本を教会がなくしたとき、アームストロングにもその責任の一端があった。著作家のロバート・ボレスは、アームストロングがジョージ・リバモアとエドワード・クラウニン・シールドの2人からの申し出でその本の写し2部を渡し、他の写しを再度製本したのが迂闊だったと、示唆している。 これは基本的に詐欺であり、リバモアもクラウニンシールドも、非公文の取引には知識があり、貴重な書籍を格安で取得したということだった。アームストロングが印刷したスコット聖書の表紙、1827年版、アームストロングは1812年には、すでに公的な事情に関わるようになっており、米英戦争ではボストン民兵隊に仕えた。 マサチューセッツ州議会会議員に当選して政界に入り、1822年から1823年と1828年から1829年の2期を務めた。1828年から1830年まで、ボストンの市政委員も務めた。1833年、州のファンイソン党からマサチューセッツ副知事候補に指名すると提案があった。 ンメイソン党はフリーメイソンを廃止すべきという見解であり、アームストロングはそれに同意できなかったので指名を辞退した。しかし、ホイック等の推薦で副知事に当選し、最初はリーバ・イ・リンカーン・ジュニア、その後ジョン・デイビス各知事のもとで副知事を務めた。アームストロングが労働者階級の出身だったので、ホイック等の新聞が 労働問題に焦点を当てて設立された第三の政党である労働者等の党員に対するアピールに使った。1834年の選挙運動では、アームストロングのことを機械校と労働者と表現していた。1835年3月、州知事のデイビスがアメリカ合衆国上院議員に選ばれて就任するために州知事を辞任したとき、 アームストロングが1836年まで州知事代行を務めた。1836年の選挙運動では、アームストロングがホイック党から州知事候補への指名を求めたが、エドワード・エバレットがハンメイソン党から支持を得られるということになり、エバレットが候補指名された。アームストロングは政党の支持なしに州知事選挙に出馬し、 エヴァレットと民主党の永遠の知事候補、マーカス・モートンの後人を廃止、第3位と惨敗した。州レベルの選挙での敗北とは、対照的に、アームストロングは1836年に、ボストン市長に当選した。その2年間の政権で公的な改善を行った、主要事項は、ボストン区門の周りに、鉄製のフェンスを作り、ボイルストン通りのプロムナードを拡張したことだった。 その工事契約は、前任のセオド・アライマンが決めていたものを引きずっただけだったが、アームストロングが工事を監督し、工事の影響を受けた、中央墓地の意外を移し替える仕事を完遂した。この作業についていくつかの家族からの反対もあったが、関係者に、新しい見陰石の墓石を無償で提供することで、説得できた。1839年、アームストロングは、 マサチューセッツ州上院議員に選出され、一期を務めた。1845年ニューイングランド歴史系不協会の会員となり、その死の時までその事業に関わった。アームストロングは1850年にボストンで死んだ。ケンブリッジのマウント・オバーン墓地に埋葬されている。アームストロングは1812年にチャールズタウンのアビゲール・ウォーカーと結婚した。 夫妻に子供はなかった。ありがとうございます。